食後に一口食べるだけ痩せる神食材、マイナス10キロ綺麗に痩せる腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。食後に一口食べるだけで痩せる神食材、食後に一口食べるだけでデブ菌を退治して痩せる神食材、ご存知ですか？運動も頑張っているのになかなか痩せない、実は体の中、食後のデブ菌が原因かもしれません。このデブ菌を退治して痩せ菌を増やすことで一気に脂肪を燃やす力がアップ。ぜひ最後までご覧くださいね。腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わることで、健康で綺麗に痩せてキラキラ輝く女性をたくさん増やしていきたいって思いで配信しています。この機会にぜひチャンネル登録していただきましてお役立てくださいね。では早速参りましょう。食後に一口食べるだけで痩せる神食材、それはこちら、チーズになります。なんだチーズ食べればいいのと思ったあなた、ちょっと待ってください。注意です。太るチーズがある、そして食べ方を間違えると逆に太ってしまいます。そこで今回の話の流れはこちら。1、食後にチーズで痩せる理由とは。2、痩せるチーズの選び方。3、痩せるチーズの食べ方の順でお伝えしていきますね。では1つ目の項目です。食後にチーズを食べると痩せる理由についてです。そのポイントはこちら、脂肪燃焼効果です。その理由は腸内環境が整うから。例えば口と腸は一本の管でつながっているんです。そして実は口の中にも腸内と同じように善玉菌と悪玉菌が存在しています。例えば私たちは食事をすると口の中が酸性に傾いていくんですね。そうするとなんと虫歯菌などの悪玉菌がどんどん増える。そしてそのまんま飲み込んで、結果腸内にデブ菌と呼ばれる悪玉菌を増やしていることになるんです。ところが食後にチーズを食べることで口の中の酸性を中性に戻すことができるんです。そうすると悪玉菌を減らすことができますから、結果痩せ菌と呼ばれる善玉菌を活性化することができるという、こういう仕組み。善玉菌たちがお腹の中で元気いっぱい動いてくれれば、こちら腸の動きが良くなるということですね。その結果代謝が上がって脂肪燃焼効果がアップします。さらにさらにチーズのすごいところはこちら、短鎖脂肪酸を多く含んでいるため脂肪の蓄積を抑えてくれる効果もあるんです。ですから食後にチーズを食べるポイントはこちら、脂肪燃焼効果ということになります。では2つ目の項目です。痩せるチーズの選び方についてです。そのポイントはこちら、無添加であること。その理由は内臓に負担をかけないから。添加物たっぷりのチーズは内臓に負担がかかるため、結果代謝が下がって太る、また味覚異常にもなっていくため、あなたはますます甘いものや脂っこいものがやめられない、止まらない、そうこの負のスパイラルへと入ってしまうんです。なのでぜひチーズを選ぶときには裏の原材料名をチェックしていただきまして、こういった pH 調整剤、香料、乳化剤などなどが入っていない無添加のものを選んでください。どういうものが無添加と言いますと、こちら、生乳と食塩のみ、この2つだけでできているチーズですから、痩せるチーズというのはイコール無添加のチーズ。では3つ目の項目です。痩せるチーズの食べ方について。そのポイントはこちら、摂取量になります。その理由はこちら、カロリーオーバー。チーズの摂取量目安は1日あたり合計トータルで 50g までとしましょう。おすすめはこちら、じゃ、無添加のカマンベールチーズになります。こちらのチーズ今回コンビニで見つけて買ってまいりました。雪印の北海道100、北海道の生乳 100% 使用したカマンベールチーズの切れてるタイプ3個入りです。こちら1個あたりがね 17g で、カロリーが 52kcal なんですよね。ちょっと開けてみますね。こんな感じ、綺麗なブルーのパッケージ見えますか、ね、1個あたりがだいたい私の手で
これくらいの量が52キロカロリーで量が17グラムですね、約なので、おすすめの食べ方はこのように3個で50グラムのチーズなんですね。で、3個入りですから毎食後に1個ずつ食べると決めておけば、食べ過ぎ防止イコールカロリーオーバーにならなくて済みます。ですので摂取量目安はだいたいこれぐらい食べてもいいんだなということで覚えておきましょう。さあ、ここまでこの動画をご覧になったあなたはもうすでに腸活ダイエットの一歩を踏み出していらっしゃいます。この腸活ダイエットで1ヶ月でマイナス3キロを達成した方がたくさんいらっしゃるんです。これまで腸活ダイエット整体師として1万人以上の方の心と体のケアをした経験から、1ヶ月でマイナス3キロ、3ヶ月でマイナス10キロ、またそれだけではなく頭痛薬や痛み止めなどのお薬とも卒業。ではどうやって取り組んだらいいのということで、健康的で綺麗に痩せるための腸活ダイエットの具体的な方法、今無料で動画4本プレゼント中です。受け取り方法は動画下のこちら説明欄の無料 LINE 公式からご登録後受け取ってくださいね。今回の動画のまとめポイントです。1. チーズは食後に食べること。 2. 無添加のチーズを選ぶこと。 3. 1日あたりの摂取量 50g までを目安として食べることです。今回の動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録いただけますととっても励みになります。また実際取り組んでみたご感想やあなたのおすすめレシピなどありましたらコメントくださいね。とっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。おまけです。チーズだけではビタミン C や食物繊維などが不足しています。そこで私はリンゴなどのフルーツと一緒にチーズを食べています。デザート感覚で食べることができるのでとってもおすすめです。